日本の電力系統における、佐久間周波数変換所の一佐久間周波数変換所、変換設備佐久間周波数変換所は、静岡県浜松市天竜区佐久間町に建設された、商用電源周波数の異なる電気を、周波数変換器を介して接続し東西に、融通する設備で電源開発総変電ネットワークが運用管理する。1965年運転を開始した。 27万5000ボルトの交流を一度12万5000ボルトの直流に変換、再び交流に戻すことで、最大30万キロワットの電力を変換できる。日本で電気事業が始まった明治、関東地方ではドイツから輸入した50ヘルツの発電機を、一方関西地方ではアメリカ合衆国から輸入した60ヘルツの発電機をそれぞれ運転開始し、 以来現在に至るまで国内に 50Hz、60Hz という2種類の電気が混在している状況にある。第二次世界大戦直後、復興に合わせて商用電源周波数を統一するという構想があったが、復興が急速に進んだことで、ほぼ実現が不可能となった。周波数の異なる2種類の電気を融通するという構想は、1958年に、 広域運営視察団によってもたらされたという。イギリス・フランス間において両国が直流送電によって電力系統を接続することを計画し、容量16万キロワットの設備をスウェーデンの電力機器メーカーアセア社に発注していた。この技術を日本の異周波数系統間の電力融通に利用できないかと持ちかけたのである。1961年4月、 電力中央研究所に東京大学の福田説を教授を中心とした寮、サイクル連携問題委員会が設立された。検討の結果、1962年2月ついに周波数変換所の建設が決定される。変換所の建設には電源開発が主体となり、その建設予定地には佐久間ダム建設時に利用されたセメントサイロの跡地が選ばれた。 佐久馬発電所から距離にして 1.5km という、資金にあり27万5000ボルトの特別高圧、送電線が東西に伸びるとあって、敵地とされた。変換所のようとなる水銀清流機は、アセア社に発注し、1962年着工、1964年4月に、その第一軍が名古屋港に到着。 以来特幹工事にて変換所の建設が行われた。そして1965年10月10日、完成した佐久間周波数変換所は運用を開始した。この時培われた技術は同じく周波数変換所としての側面を持つ東京電力パワーグリッド新品の変電所や北海道本州間連携設備などに利用されている。 運用開始から28年間が経過した1993年、佐久間周波数変換所で稼働していた水銀清流器は光、トリガサイリスタバルブへと取り替えられた。2020年4月、発送電分離により電源開発から子会社の電源開発総変電ネットワークに移管された。日本において周波数変換所と呼べる設備は、 この佐久間周波数変換所と新ンシナの変電所、そして中部電力パワーグリッド、東清水変電所の3カ所があり、2021年1月現在、合計120万キロワットの電力が融通できる状態にある。これはおよそ原子力発電所の原子炉1基分の発電出力に相当する。佐久間周波数変換所では電流型インバータという回路を用いている。 周波数変換素子には当初は水銀整流器が使われていたが現在は光サイリスタが使われている周波数変換の動作例は以下の流れになる送電側の交流をサイリスタバルブの運転に適した電圧に変換するサイリスタバルブにより交流を直流 125KV に変換する定格容量メガワット直流リアクトルにより整流し 高調波フィルターによりノイズ成分を除去する。直流は光サイリスタブリッジに因果される。出力側の電圧波形がプラス側あるいはマイナス側の曲線が一致した瞬間、サイリスタをトリガすると受電側に電流が流れ込む。やがて波形がゼロを過ぎ逆曲線になると光トリガサイリスタはターンオフする。この特徴として受電側にも 交流電源が必要であることが挙げられる。例として、上述の変換を行っている場合で受電側の 60Hz が停電してしまった場合には、送電側の 50Hz に障害がなくても 60Hz の電気を発生させることができない。なお、無停電電源装置など自ら交流を出力することができるインバータを電圧型インバータと呼ぶ。西日本向けの周波数 60Hz を表す。 60の標識東日本向けの周波数 50Hz を表す50の標識。ありがとうございます。